ました。やってきましたね。京都駅。で、八王子の向こう側の方なんだよね。確か。祭り時計の方って言ったもんな。まあ、八王子っていうのはこっちの方は、むしろ、うちの動画的には、見慣れた方ですよね。四日市に行く高速バスがね、発着するのがこちら側。で、そっち側がね、新幹線のホームになってますよってことで。大阪空港、伊丹か。こっちから、ストンストンと行ったらいいのかな？はあ、はあ、駅でもだいぶこっち側のはずですからね。すごいバスの数だ。京都は本当にバスが多いですね。本当に路線バスやっぱすごいですね。八丈口の方は今ね、座れたんでよかったですけど、その手前のやつに来とった、北口の方ね、出るやつはすごい人でしたね。もうぎゅうぎゅう詰め。で、結局乗り切れなくてっていう風になっとったんだから、なるほどな、これはすごいわと。うん。で、祭り時計って言ったらこの辺りやんな。さすがに。で、これが祭り時計やから、どこ？この辺りとは言っとったけど、火災車このところやね。ああ、ここか。